テキサス式大災害とは、1947年4月16日に、アメリカ合衆国のテキサス州テキサス市で発生した、貨物船爆発事故。船舶の火災により、積み荷である2200から2300トンの硝酸アンモニウムに因果、爆発を起こし581人の死者と5000人以上の負傷者が出た。1947年4月16日の午前8時ごろ。 フランス船籍の蒸気船グランカン号の船内で火災が発生。当初はぼや程度だったが、積み荷の硝酸アンモニウムが放水によって痛むのを恐れた船の関係者が消火活動を拒否したため火星が強まった。このため港湾労働者の監督が独断で消防署に通報し、近くの石油関連施設の専属の消防隊も加わって消火活動が始まった。 午前8時半から9時にかけて、硝酸アンモニウムの燃焼による黄金色の美しい煙が立ち上り、大勢のヤジウマが現場近くへ集まった。午前9時12分ごろ、大爆発。爆風と飛び散った鉄板等によりジウマ多数が死亡し、爆風と炎は市街地まで波及し、二次災害的に貨物船、ハイフライヤー後も爆発炎上。 最終的に581人が死亡5000人以上が負傷する大惨事となった。翌日の4月17日に沈下した。この大爆発で6 0トル以上離れたヒューストンで窓が割れた。また、4 0 0トル以上も離れたルジアナ州では振動が感じられたほどである。グランドキャンプ号の火災原因は不明。消防署への通報が遅れたこと、当日は 見晴らしの良い好天であり、美しい煙が大勢の人々の目についたことが災害を深刻なものにした。行きずりの犠牲者が多く実際の死者数は1000人を超えるとも言われ、負傷者数はいささか少なく3500人とも言われている。消防関連関係者のうち28名が殉職した。災害に伴う経済的損失は当時のアメリカの金で1億ドルに及んだ。 テキサス州にとって、石油産業は重要であり、石油関連施設は真っ先に復旧されたという、ありがとうございます。